マリオシリーズ、マリオシリーズのアイテム一覧、マリオシリーズのアイテム一覧は、マリオシリーズ及び派生作品に登場するアイテムの一覧。キノコを模したブロックであるキノコブロックは、ブロックの節を参照。スターキャンディについては、キャンディの節を参照。スーパーマリオ USA では、大きい野菜と小さい野菜に分類される。大きい野菜は4個抜くと5個目が、ストップウォッチに変わり、 周囲の敵などの動きが数秒間止まる。なお、スーパーマリオ USA の一色版である、スーパーマリオアドバンスには、大きい野菜よりさらに大きい、巨大な野菜が登場するが、ごこ抜いてもストップウォッチにならないなど、大きさ以外は、小さい野菜と変わりない、ドンキーコングジュニア、などで登場。マリオストーリーを除けば、回復アイテムや強化アイテムでなくスコアを伸ばすための、 アイテムが多い。ヨッシーストーリーなどで、フルーツと定義されているメロン、スイカ、ハートフルーツは、野菜の節を参照。ニュース・ーパーマリオブラザーズ・ユーなどで登場。キノコやフラワーと同じく、取得すると、変身する。ハートフルーツに関しては、野菜の節を参照。スーパーマリオブラザーズ3で登場。様々なマリオに変身させるための、パワーアップアイテムなのだが、 強化服というよりは着ぐるみに近い。なお、これらのスーツの状態で、コクッパを倒すと、王様のセリフが変わるなど、アイテムとしては特別な待遇が与えられている。しかし、ボーナスゲームの画面では、スーパーマリオのグラフィックが表示される。スーパーマリオ 3D ワールドで登場。様々なマリオに変身させるためのパワーアップアイテム。スーパーマリオランド3はリオランドでは、 マリオのパワーアップアイテムとして登場している。技の発動は B ボタンとなっている。下記のものとは異なるが、スーパーマリオヨッシーアイランドでは壺からボスキャラクターが出現し、スーパーマリオ USA やヨッシーストーリーでは土管の代わりのように使用されている。スーパーマリオ64ではマリオのパワーアップアイテムとして登場している。ジュゲムの雲や UFO など、 敵の所有物を利用するものは敵キャラクターの所有物の節を参照。なお、ドドンなど敵自体を利用したものは記述していない。また、乗り物系の動物もアイテム一覧であるために含んでいない。名前は、ルイージマンションなどに登場するが、マリオ自身がそれを着用して出てくる作品は、マリオシリーズのほぼ全ての作品に登場している。 ルイージマンションに登場した際は、これを集めることで、ある例がマリオの情報を集めてくれる。敵キャラクターとしているが、口実の通り、アイテムなどの役目もあり、また、マリオたちの補助などの役目や敵でも仲間でもないものも登場している。ボスキャラクターであるクッパや、マリオでさえ、仲間や補助として描かれることもある。 敵キャラクターの所有物敵キャラクターの所有物という意味であるが、ここではゲーム内ではパタパタが落とすことのないパタパタの羽についても記述する。マントガメから奪えるマントバネについては飛行能力を得るアイテムの節を参照。敵キャラクターの名前が入っているアイテムこちらは敵キャラクターの所有物ではないが、そのキャラクターと関係があるアイテムを記述する。 敵キャラクターと同盟のアイテムマリオカートシリーズなどで登場する。詳細は以下のリンク先を参照。以下のものの他に、全米平方などのアイテムがマリオパーティに登場しているが、これはミニゲームを行うためのオプションである。敵キャラクターを避けるためのアイテム以下のアイテムの他、敵キャラクターの名を冠さない、オルゴールなどがある。以下はマリオパーティで登場したものであり。 これらは、アイテムというより、追加オプションに近い。名前はいらずとなっており、その〇〇を出現させないためのものである。ヨッシー関連の作品に多く登場している。スーパーマリオワールドでは、スーパーキノコや、ファイアフラワーなどが入っていた。また、同作品内では、クリボニアボム兵といった敵もその中に入っていた。スーパーマリオヨッシーアイランドでは、 ヨッシーが変身するためのアイテムが入っていたほか、マリオを一時的に助ける役割としてもシャボン玉が登場した。ヨッシーストーリーではフルーツが入っていたりするが、フルーツに関しては果物の節と野菜の節を参照。アイテムというより障害物や仕掛けといった面が強い。スーパーマリオブラザーズの説明書によると、キノコ王国の住民がクッパの魔力によって岩や レンガなどに姿を変えられたとされており、また、マリオがレンガに変えられたり、消されたりしたキノコを見つけ出して助けることで、彼らからパワーをもらうことができるともされている。その後、同様のブロック類は、クッパの登場しないシリーズなどにも登場している。マリオパーティシリーズに登場。蒸気のようなアクションゲーム内の障害物ではなく、ボードゲーム内の特殊効果のオプションとして登場する。 スーパーマリオ・ギャラクシー人にも、ダイスがアイテムとして登場する。マリオが頭から被ることで効果を発揮するアイテム。コース内で入手し、自コースへの持ち越しやストックはできない。一応パワーアップ扱いであるが、他のパワーアップと重複することができ、ダメージを受けると解除される。魔力を持つ者が多く、平和利用されているようであるが、クッパなどに悪用されることがある。 その他、演出上のものとして、木のーが普通の杖を、ロゼッタが星型の杖を使用している。ピーチ姫の武器、道具として、たびたび、登場する。日傘などとしての登場は、それ以前の作品にも見られる。ハンマーの書出は、ドンキーコングであり、続いて、レッキングクルーにも登場した。その後、大きさこそ異なるが、マリオの武器ではなく、 ハンマーブロスやクッパなどの武器となり登場。特にハンマーブロスは名前にそれを冠しているだけあり、その印象は強い。アッパレやヒマンブロスという派生種もこれを使用している。RPG シリーズでは定番の武器であり、作品によってはいくつかの種類が存在することもある。マリオシリーズでは爆弾の特性を持つ敵キャラクターとして、ボム兵及びその派生種、ノコボンや、 ノコボンメットなども登場している。また、一部のアイテムなどの中にも、早く取らないと爆発するものや運があるければ、爆発するものもある。扉などを開くためのものであるが、鍵でなく、別のアイテムが必要な場合も多い。クッパは、宝石よりも、魔法を解くことのできる、ピーチ姫や力を増幅させる、アイテムなどを奪うことの方が多く、宝石をターゲットとするのは、 ワリオの方が多い。宝石が登場しても、鍵としての役割などが多いが、ワリオランドシリーズなどでは、お宝としての登場もある。主に、マリオパーティシリーズのミニゲームに登場する。また、敵キャラクターのレミーが投げるものとしても登場する。一定時間しか飛行できないものが多い。記されているもの以外では、土管大砲などがあるが、これをアイテムと呼べるかわからないため、 除外した。ピーチ姫は、スーパーマリオ USA では、アイテムなしでの飛行を行っていた。また、傘を使用し、その落下速度を和らげたりもしていた。ジャンプ台性格には、ジャンプ台は、飛行能力ではないが、ハイジャンプ台や、スピンジャンプ台などは、飛行能力に近いと言える。ヨッシーが、飛行能力を得る、アイテム青ヨッシーであれば、のこの子を食べるだけで、 それを飲み込むまでの間、飛行できる。下記の他に、スーパープリンセスピーチでは、ピーチが起こることでアイテムなしでの火炎攻撃ができる。また、クッパやキャサリンなどの敵キャラクターも、プレイキャラクターとなった場合など、アイテムが必要な時やそういった攻撃ができない時も、あるが、アイテムなしで多くの作品で火炎攻撃を行っている。ヨッシーが火炎攻撃能力を得る。 アイテムはカヨッシーであれば、ノコノコを食べるだけで、それを飲み込むまでの間に一度だけ、火炎攻撃できる。ワリオは、作品によって、アイテムなしでも、不死身や無敵といった設定になることがある。無敵といっても、弱点はあり、その代表例は、谷底や溶岩などに落下すると、制限時間が切れるの二つである。無限一アップに使用されるノコノコの甲羅や、 一定数集めれば一アップできるコインなどのアイテムは除外する。ありがとうございます。